相変わらず脅すばかりで、具体的なことはろくに教えちゃくれない。どいつもこいつも俺を喋る動物かなんかだと思ってるみたい。俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン、ネビ、アルフェン。生きて。ダメだ。ネビリ。俺は。待ってくれ。俺は。なんてことだ。あれからどれだけ経ったんだ。そうだ、シオン。痛みが戻って、やっぱり夢じゃなかった。ここは、みんなは、とにかくみんなを探さないと。
しよう。俺は、相手にらしくないよ。生きているようだな。大丈夫かね。ああ、とにかく無事でよかったよ。アルフェンが最後だったから。この先にティスビムって村があるんだ。ロウとキサラもそこにいるよ。ここはどこなんだ。ガナスハロス、ボルラーンの国だよ。くしくも敵地に流れ着いたというわけだ。この際、運がいいと思うべきだろうな。運、シオンを助けるにはってこと。シオン、あ、そうだ。ねえ、本当に大丈夫？なんか変だよ。どうやらお疲れのようだ。話の続きは村でしよう。なんだけど、スルドの支配を受けていないんだよ。逃げ出した人たちがこっそり作った村なんだって。
この辺りはさ、はぐれズーグルの縄張りがたくさんあるから、その隙間にうまく作ったみたい。でもそのせいですごい警戒されちゃってさ。それでキサラとローは説得のために残ったんだ。あ、そういえばアルフェン、仮面が全部取れたよね。あ、通覚も戻っているようだが、関係あるのかね。そうなの？だから住民は我々がスルドの手先でないと納得したかね。ああ、どうにかな。船が沈んだ時はどうなるかと思ったが、これで全員揃ったな。うん、シオンを助けに行けるね。その前に話しておきたいことがある。俺の記憶が戻った。それで何を思い出したんだ。今話さないといけないことなのか。慌てるな、ロー。俺はかつてレネギスにいたんだ。聞こう。さらわれたんだ、ダナから。帰りたければ協力しろと言われた。帰りたい一心で俺は応じた。その結果、俺は王になった。スルドブリガーを勝ち抜いたというのか、ダナの君が。そうじゃない。おかしな施設で実験台にされただけだ。他にも何人かいたが、皆死んだ。残ったのは俺だけだった。無論本当の王様じゃない。それどころか奴隷以下の扱いだったよ。俺が生きていられたのはただ王の力を身につけることができたからに過ぎない。アウメドラの船で君に浮かんだ紋章は紛れもなく王のものだった。なるほどな。炎の剣も時折見せた妙な力も皆王であったがゆえか。だが何のためにレナ人たちはお前にそんなことをしたのだ。王の力とは何なのだ。奨励の儀という儀式に必要だと言われたよ。そのための力の使い方を教えられた。だが儀式そのものが何のためなのかは分からずじまいだった。けどそのレネギスにいたってことはやっぱりシオンと会っていたんだな。あ、ほら出会う前から見覚えがあったって言ってたろ。
でも、シオンは違うって言ってたはずだよ。レネギスで会ったのはシオンじゃない。ネビリだ。奨励の儀で、王と対になる巫女に選ばれたレナ人。夢に出てきたのは彼女だったんだ。巫女？それは。それじゃそのネウリーって人が、シオンと同じ顔をしてたってことか。一体どういう関係なんだ？ネウリーの仮名は、アイメリスだ。アイメリス？シオン・アイメリス？親戚か何かってことか。それともまさか姉妹？どうかな。とにかくあれはネウリだった。彼女が俺に仮面をかぶせた。あの仮面か？何のために？俺の心が壊れるのを防ぐためだ。俺がレネギスの人々の命を奪ったから。命をって、反抗して戦ったのか？君の言う奨励の儀と関係があるのか？わからない。ただ儀式の目的が何だったにせよ、それはうまくいかなかったんだ。儀式の最中に俺の意識は途切れた。気がついた時にはレネギスは火に包まれていて、目の前でネビリが泣いていた。何人手にかけたか見当もつかない。だが下手なスルドよりも少ないってことはないだろう。そんな話を信じろっていうのかよ。オーダのレネギスタの、いくらなんでも無理がありすぎるぜ。どうかな。古い記録によれば、その昔レネギスそのものが反壊するほどの恐るべき災厄があったという。その再建には多大な時と労力を要したとも。昔とは？スルドブリガは愚か、我々レナがダナに到来するよりさらに前、300年以上前のことだ。300って、なんだよそれ。そうか、俺は大昔の人間か。うすうすそんな気はしていたよ。アルフェン、傑作だな。故郷に帰りたい一心で自分をさらった相手に協力した挙句、大勢死なせて、それも忘れてようやく思い出した時には300年が過ぎていたときた。理不尽と戦ってきたつもりの俺自身の手が誰よりも汚れていたんだ。よせアルフェン。正直どこまで理解できているのか自信はない。だがお前は今混乱している。今のお前には時間が必要だと思う。事実を受け止め整理する時間が。おそらく私たちにも。けどシオンは。シオンのことも心配だが、今のアルフェンはまともに戦えるように見えない。
敵はあのボルラーンだ。挑むなら万全で臨むべきだ。それまではこの村にとどまろう。皆もそれでいいか。一人で考えるのもいいが、私たちでよければ相談に乗ろう。どれだけ辛くともお前は一人ではない。すまない。よし、ではひとまず解散だ。今の俺に戦う資格が、シオンを助けに行く資格があるのか。みんなはどう思っているんだ。君からの驚きは尽きることはないな。望んでそうしているわけじゃない。失敬した。だが私としてはまだ確かめたいことが山ほどある。今のところ新たな情報は新たな謎を浮かび上がらせるばかりで、真相は一向に見えてこない。君の力の由来は分かったが、なぜダナである君と今のレナの王の紋章が同じなのだ。君がダナであることには何かしらの意味があったようだが、それに巫女だ。王の追というからにはこれもまた何か力を持つのだろうが、そのような存在を私は聞いたことがない。つまるところ300年前と今とで王とは同じものを指しているのか、それとも違うのか。私はレナとしては異端かもしれないが、それでもレナの社会で生まれ育ち、周囲と同じ事実を信じて生きてきた。それが急速に崩れていくのを感じている。なら、もう一つ思い出したことがある。奨励の儀の場にはレナス・アルマがあった。確かか。そう呼ばれるものに俺は触れた。あんたが言うのと同じものかはわからないが、私も実物を見たことはない。しかし君は鋭ぶりがを経ておらず、レナ人ですらない。300年の間に何があったのだ。300年経ったというのは間違いないんだな。記録からの推測でしかないがね。とはいえ符合する事実は多い。俺は何者なんだろう。率直に言わせてもらえば、この際そこはあまり重要ではあるまい。それが何を意味しているのかに比べれば。手厳しいな。個人の干渉に割いている余裕はお互いないものと思うが、死なせた数で張り合うつもりもないが、君とてまだすべきことはあるはずだ。あんたなりの気遣いと思っておくよ。邪魔したな。礼なら不要だ。君が早く立ち直ってくれれば、それだけ早く出立できるのだからな。何を見張っているんだ。はぐれズーグルだ。私たちがここに来るとき、不用意に縄張りを通ったせいで刺激してしまったらしい。それで気持ちの整理はついたのか。シオンは助けたい。だがその後。そういえば
お前はどうやってレネギスから戻ってきたのだ。レナの星船だ。ネビリが乗せてくれたんだ。彼女は？彼女も一緒に降りてきたのか。彼女は残った。俺がダナに帰りたかったように、ネビリもレネギスの同胞が大切だったんだ。巫女にされてなお無理やり力と役割を与えられた者同士、俺たちの間にはある種の絆があった。それなのに。待て、レネギスの者たちはお前をさらっただけでなく、同じレナ人のネビリにも無理強いしたのか。そうなるだろうな。レナ人にも上下はある。彼女は拒めなかったんだと思う。それでも彼女は同胞のために務めを果たそうとしていた。なのにその同胞を死なせた俺を、彼女はダナに逃がしてくれたんだ。ネビリは生き残った仲間のためにレナギスに残った。俺は彼女に返しきれない借りがある。それも300年だって。どうやって償えばいいんだ。本音を言えば、過去に対して償うことなんて誰にもできないと思う。昨日のことだろうと、何百年も前のことだろうと。しかし、なら俺はもう、罪のない者だけが戦う資格があるのか。兄さんが死んだ時、お前は私にまだその夢が生きていると言った。あの人、ティオハリムが理想を否定した時もだ。それでも進まなければならないと私は言われたのだと思った。俺はあんたにひどいことを求めたんだな。それは違う。あの時、お前の言葉がなければ私はここにはいなかっただろう。前に進むにしてももっと時間がかかっていたはずだ。それにお前が人々を殺めたのは自分の意志ではなかったのだろう。本当に悪いのはお前をさらった奴ら、お前に力の行使を強いた奴らだ。それでも罪と感じるというなら、それはお前の中にある善の現れだ。いいか、私に戦う資格があるというなら、お前にもある。それでも納得できないなら、自分が何のために戦ってきたのか、それを見つめ直してみろ。何のためにか。が辛そうにしてたの、シオンと痛みのせいだけじゃなかったんだね。アルフェンも一人ぼっちだったんだ。それは皆似たようなもんだろう。でもアルフェンは今になって知ったんでしょ。あ、思い出しただっけ。正直自分が記憶をなくしていることすら忘れかけていた。それなのに戻った途端このありさまだ。我ながら情けなくなる。おかしな気分だ。俺にとってレネギスにいたのはほんの 1,2 年前のことなんだ。なのに同時にそれは大昔のことだとくる。元の故郷は残ってないの？どうかな。レナの侵略でダナ中が様変わりしている。たとえ残っていたとしても誰もいるはずない。家族、知り合い、俺の知る人間はな。私と同じだね。私ももう故郷はないし、家族もいない。何度も思ったよ。魔法使いの血なんかなかったらよかったのに。そうすれば父さんと母さんも死なずに済んだのにって。でももしそうだったら、私はきっと今頃戦うこともできないただの奴隷で、
アルフェンたちと出会うこともなかったと思う。自分の力を受け入れられたのか。ううん、前ほど嫌いじゃなくなったってだけ。今はないと困るし、あまり考えずに住んでるけど、先のことはわからない。だからアルフェンだってすぐに納得なんてできないと思う。辛くて当たり前だと思う。過去のこと、王のこと、全部自分が望まない力のせいで辛い思いして、私もアルフェンもシオンも。ああ、目の前のいろんなものが見えてなかったんだな。俺は今になってリンウェルやシオンの辛さが分かった気がする。しょうがないよ。でもそれならさ、早くシオンを助けてあげよう。一人だけ、一人ぼっちのままなんだから。あ、そうだな。アルフェン、まだシオンを助けに行かないのか。なんだよ、心配じゃないのかよ。俺にその資格があると思うか。俺がアルフェンならこう言うぜ。お前はどうしたいんだって。そうだな、偉そうなことを言ってすまなかった。おい、よしてくれよ。そんなあんた見たくない。そりゃいきなり故郷だの知り合いだのが全部なくなったって分かったんだ。落ち込むのは無理ないさ。それにやらかしたのを抱える気分だって少しは分かるけど、シオンのことはそれとは関係ないだろ。ああ、ネウリーって人が気になるのか。あんたが生きてるんだ。もしかしたら彼女だって。わかったよ。でもだったらシオンはどうするんだ。俺は一度力に飲まれた。あの燃え盛る光景、また繰り返すかもしれない。シオンやお前を同じ目に合わせない保証はない。俺を王の力で焼くかもしれないって、上等じゃねえか。しっかりしてくれよ。親父が死んだ時、あんたに声をかけられて俺がどれだけ救われたと思ってるんだ。俺はあんたについていくって決めたんだ。そのあんたがふらついてちゃ困るんだよ。ロー、あんたが正気をなくすようなことがあったら俺が全力でぶん殴って目を覚まさせてやる。だから頼むよ、本音を聞かせてくれ。シオンを助けたいのか、助けたくないのか、どっちなんだアルフェン。助けたいさ、今すぐにでも。そうでないわけないだろう。ならそれでいいじゃねえか。多分お前が正しいんだろうな、アルフェン。お前の言う通り、俺の過去がどうだろうとシオンのこととは関係ない。ただあまりにたくさんのことが
無様だな。無様上等。別に英雄気取りたいわけじゃなかっただろ。ああそうだったな。もう少しだけ時間をくれ。ありがとうロ。いいって。俺はあんたを信じてる。それだけさ。いや、場に戻るか。何かあったのか。ズーグルだ。村の近くまで来てる。このままだと村に入り込む。縄張りを荒らした私たちのせいだ。それはまずいな。戦えるか。なんならここで待っていてもいいぞ。うん、無理はしない方がいいよ。みんな、しっかりしなきゃな。アルフェン、行けるのか。行くさ。ここで行かなくてどうする。そうだろう、アルフェン。ああ、その通りだ。行こうぜ。グズグズしていると村に入り込まれるぞ。ああ急ごう。大丈夫？痛みだって。みんなも同じなんだ。俺だけ引くわけにはいかない。来るぞ。敵でも通すわけにはいかないぞ。無駄には。近づかせるものか。そうでなきゃな。やろうぜアルフェン。やっと終わりだ。ロースをする。天下だ。魔神剣、魔神剣。足止めは任せたまえ。さあ拳を温めとくぜ。守りが固いな。突破口を手伝え。油が大丈夫か、アルフェン。はあ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやらたっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ世話になった村を守れてよかったぜ。ああ、この村私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて、でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。では行く気になったのだな。ああ、まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。
家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え、必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから、俺は戦い続ける。でも、まずはシオンだよ。もちろんだ。助けだし、その上でボルラーンを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナス・ハロスの主婦ペレギオンだ。村人の話ではペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。だが道はあるそうだ。わかった、出発しよう。この先何があるかわからん。準備は万全にな。腹が減っ。どうした？畜生。おう。なんだと？はて。あ。やったぜ。奴らに釣りの作法という。物を叩き込んでやろう。なかなかに無茶を言うな。今日の晩飯は魚か。
してやる。攻撃に出る。ねえ、昇竜と超レンガだ。ハダン流破。この盾で足を止める。下げろ交流レンガ弾。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。止め、どうやら報酬違う。怪我はないかみんな？うん、まだ戦えるよ。いなさそうな相手だな。超レンガ弾燃えろ。しびれろ燃焼器。まず一緒にいると思う。避けてよ。ラッキー攻める。イエンレンジャー爆撃。泣き払う。この元にイエンジスラルは応援と勝負みんな、まだ行けそうか？ああ、問題ないぞ。サクッと蹴散らしてやろう。早くの前に攻める。無理だ。攻撃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 ここだ。早く攻める。早くの前に攻める。攻撃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 攻敗北は遠慮しておこう。しかしまた鬱蒼としてんなこりゃ。うん、何もかも植物が飲み込もうとしてるみたい。私は メナンシアの森の方が好きだ。同感ですな。グルルは隠れてて。ガリオクーハ挑戦。攻撃に出る。ラフ先行。どういうこと。私の前にエアクラスト。ガリオクリーニング。撃ち取れよ変装クザ。破断先行。入水の先に。どういうこと。あの星は致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。足止め。ガリオクリーニング。水の盾に焦げ。超レンガ弾は終わりだ。待って、足止め。レンガ弾行けぞ。みんな、無事だな。ちょっと牧場の様子を見ねえか。
撃あるのみ。レンガル速弾超レンガル、あっちとも入り裂け後破弾かける。行けぞ流水の叫び、全攻撃かけるだけだ。あっちとも後破弾全攻撃だよ。おい、ひらめけ出せ。おいら、俺は止められねえぜ。本当に私たちとやるつもりか。ガリオン空派どういうと、そこで帰れ。終わりだ。その元に超エンダガン、どういうと炎上剣。油断はしないでおこう。どうにか倒せたな。言われてたのはあいつか。グルルは隠れてて。クライナル超レンジャル変装クロスの整備、ひらめけ仕掛ける超レンジャル魔人変強化。